ストライプの雄大達樹翔太大輝アイス。みんなやばいよ、バスケ借りちゃった、初めてじゃん。なんか新鮮、 YouTuber。 いや新鮮ね、いいね。でちょっと今回もうすぐオリンピック、はい、はいはいはい、ってことだから体動かして、やっぱ俺らも日本盛り上げようと。おお、なるほどね、ジャパン応援企画かっていうことで、今回の企画チーム対抗バスケット3番勝負。イエーイ。ダムで勝負する内容は、1個目フリースロー、2個目スリーポイント、セットセット、おお、最後は3個目ツーオンツー、ガッチンでしょ。いいじゃん。いや、あっ、でこれなんか罰ゲームは大輝が持ってくれた。はい、今日は罰ゲーム僕が持ってきました。まあこうやってバスケをやるんですけど、いや、バスケをやるにかかって、まあオリンピック企画、はい、ということで今日の罰ゲーム、負けたチームオリンピックジャパンのユニフォームを買って、それ1週間着続けてもらいます。買わなあかんけ、プライベートでも、そう、あの、いや、あれは撮影だけ、あ、撮影だけ、なるほど、応援しようってことね。そうそうそう、いいよ、ガチの応援です。いいじゃん。じゃあもう早速チーム分けしていくよ。で、もう1ヶ月ぐらいけどバスケ経験してて、あ、多分俺この3人よりかバスケ断トツ上手いから。確かにな、まあ、チーム、ここが分かれて、ここが分かれる。なるほど。え、翔太もバスケやってた。ちょっとだけよ。あ、オッケーオッケー、グッパ翔太。じゃあ経験者、そう、よし、勝ったやん、勝ったやん、頑張ろう。ダツキ、お前何で俺いつもお前と離れんねん。もう悲しいわ俺。じゃあもう早速企画の方に行っちゃいます。じゃあ企画の方にレッツお願いします。じゃあまずはフリースローからやっていこう。じゃあ交互に言っていきます。オッケー、チーム開始や、チーム開始や。チーム開始や。ルール説明すると簡単に、まあ、チーム6球ずつ投げれると、ほんでそれでどっちが多く入るか。 OKOKOK、 簡単やろ。じゃあまず正直ですか、俺らチームがいいか。 OKOK、 じゃあ今度じゃあ早速いきます。いけよ、さっきとは邪魔からな。いけいけ、おーし、チーム3本入りました。全然、まあ全然負けはないんじゃないかな。次チーム TT、 まあ夏季は3本決めてくれるから俺が2本決めた。もう決めてドロー、タツキが一発でも外して終わりやろな。一本目フリースロー対決、勝者雄大翔太チーム。なんで、え、なんで一個も入ってないで俺ら、うん、だから負けて、逆に強いんじゃん。いやけどこれハンデやからな、タツキやつの、うん、お前じゃあタツキの、お前はもうレベルじゃ、だって見てたリプレイ今流して、球こうしてた、こういってた、これ下手くそなくてロケットなんで飛んだボケ。じゃあもう次の企画、うん、次はフリースロー、ちゃうね。
次のゲームはスリーポイントシュート。これもさっきと一緒で3本ずつ。ほんで多く入った方のチームが勝ちています。オッケー、頑張ろう。俺な、何のスポーツでも長距離法って言われてる。遠い方が俺勝ちやすい。ほんでやり投げるのを真似して走りだ。チーム TT。サドンでいきます。交互に行こう。先に帰った方の勝ち。だからもう進行やから先に見えた。ああそう、交互に行けよ。そう、ない、もう先見えた。最初はグーいいじゃん、ほい、成功成功。じゃあ俺たち今2-0。
甘い、まだ高校や。これ止めたら勝ち。せーの。